皆さん、こんにちは、えー。京都で約40棟のゲストハウスを運営しております。株式会社京都屋の平尾と申します。えー、本日は、えー、日照堂町屋光るお池というゲストハウスに来ております。こんな感じで庭もあってすごく綺麗なゲストハウスですで、えー。本日ですね、またお客様の人数がちょっと変更となりましたので、セット変更をしに参りました。 まあ今日はあのそういう作業とかですね、風景を見ていただければと思いますので、もし今後自分でゲストハウスをしてみたいという方とかですね、いらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただければ幸いです。こちらですね、2階に今、お布団3つと、ダブルベッド1つですね、セッティングされておりまして、 一階に、あと、一、えー、つのお布団ですね、セッティングしないといけない状態です。ではまず、ここの、ここのスペースですね、布団を引いていきます。 えー、今、布団のセッティングですね、完了いたしました、こんな感じです、す、えー、布団のセッティングする場合は、もちろん、えー、リネンとかですね、えー、そういうシーツ類が必要なんですが、弊社の場合は、わざわざ、えー、いつも持ってきているわけではなくて、こんな風にですね、宿の中に、えー、っと保管しております。でこちらがよいしょ こううやってて鍵を閉めるるこことができるようにしております、まあこのようにしておくと急なえとセット変更の対応とかですね例えば人数を増やすっていう場合もすぐに現地にそのまま行ってしまえば対応ができるので便利かなと思います。